鶴竜が横綱に上がったってことは、うん、僕らがその貢献できてるからすごい話してんな何十人もいるから数百万になるわけじゃないですか。やりたいっていう若い衆がいっぱい出てきちゃうのかもしれない。皆さんこんにちは。こんにちは。今日もまたよろしくお願いします。ね、なんかまたこの3年後のテープのこの続番が出てきて、うん、まあちょっと聞いてみようよ。はい、うん、なんかね、こうなんかもう無念しか残らないよね。うん、つい最近の話ですからね。うん、いや7年ぐらい前じゃない。7年前。うん、でもやっぱもうね、そういう風になったらさ、うん、家族もさ、親戚ともさ、みんな白い目で見られるんだよ。うん、いや絶対見られます。ああ、うん、俺なんかでもそうだよ、野球賭博でクビになった時、うん、まあ全員でもまあそれらしくみんなあれしてるから別にあんまりさ、うん、それらしいそれらしい人間だからさそれらしいあんまりもうそこに対してはもうあんまり言われなかったけどさ、言われなかったらやっぱ言ってんだろう、それらしい人間だからと。まあまあそんな感じもあるよな、うん、やっぱ一般の真面目なとこの兄弟とか親とかみんなな、いろいろやっぱ白目で見られるよな、うん、その方読んでいただいて、なこの間その、まあ、お姉さんが言われた時に、はい、あのまあもうちょっと後ろ向きだというようなお話だったので、そうですね、もともと資料いただいた趣旨とか、まあ、お父さんがまあ黒幕みたいにされてるけど、それは違うんだということと、はい、さらにいろいろとお世話になった方にも謝罪できないまま来てしまったんですが、そこの最初の誤解を解くっていうかですね、そういう意味では、まあ、今回のいただいた資料を読み解いて、弁護士さんのやり取りなんかも含めていくと、まあ、これはもう、そこの疑いっていうのは完全に晴れるんじゃないかなと思うんですよね。まだ3年経ちましたけど、はい、一つの、まあ、報道機関として、うん、一応というかその、まあ、八百長が亡くなったのかどうか一応まだ忘れてないぞと、うん、いうことにもなるので、はい、まあ、今高島さんのお気持ちとしてはどうですか。うん、いや、まあ、今回ね、時津風一門からまあ、柏関以来の横綱が出たっていうことで、まあ、世の中ね、今それがブームで持ちきりだし、まあ、正直言うなればね、僕としたら本当は嬉しいんですよ、鶴竜が横綱に上がったってことは。なぜかって言ったら僕らがその貢献できてるから、貢献できてるから、みんなって言ったらあれだけども、僕は正直に認めたからこの力士のために貢献できたって。でそれ一般の人から見たら、ね、汚く思われてるとか言われるかもわからないですけど、それは僕らの世界で言うなれば、もう自分は何年も相撲取ってて横綱大関は無理だって自分で自覚してましたよね。で若手で上で活躍できる人を陰でサポートできたっていうことなんですよ。それが僕たちの中で嬉しいことなんですよ。その伝統っていうのを途絶えさせることも悪い伝統を切らなきゃやっぱり寂しいことであるし、いや、まあ、相手になればね、嬉しいんですけど、やっぱりはっきり言ったら感謝の心っていうのはやっぱ忘れないでほしいですよね。正直ちょっと違うだろうと、じゃあ誰のおかげでここまで上がってこれたんですかってことになるっていうのもあるんですよね、内心。まあ確かに勝ち負け裏で捜索するっていうのは早い言葉で言えばね、八百長って言ったら一括りになっちゃいますけど、だけどもっとそこには深い意味がある。やっぱりそこに一生涯かけてきて家庭を持ち子供ができ、同じ立場にいた時にやっぱ助け合いとかってそういうことはあると思うんですよ。それを一般の人たちがどういうふうに思うかっていうことで、僕らなんかはね、変に言うと上から目線でこいつ生意気なやつだな、どこまで行っても生意気なやつなんだなって言われるかも分かんないですけど、思いは違うんですよってことですよね、正直なところは。興行ですからね、うん、まあ、まあエンターテイナー、エンターテインメントね、がいないとお客さんも集客できないじゃないですか。
そんなことはないんだよ。ちょっと見ておいてほしかったですね。面白かったです。あまりにも臭くすぎて、やっぱり。黒龍戦の前になると、両横綱が怪我しちゃったんですよ。ああ。怪我したというか、痛いテーピング巻いてたんですよ。ああ。懲りてないんだろう、この人たちっていう。懲りるわけないでしょ、だって。だって上の人が助かっちゃったんだから、みんな。来れるわけがないですよ。そしたらまた何かあった時には誰かがまた3日あった人間が責任取ってでやめて、でその時あと何年かだけスルーできればいいだけの話です。みんな親方残っちゃうわけですから。ただ僕の本当に浮かばれるのはやっぱ自分の若い衆を使わなかったっていうのが、あ、俺のやったことは間違いがなかったなって思いましたね。やっぱあくまでも江夏がさ、やっぱリスク、エナにはリスクを与えちゃったけど、彼には彼の一応報酬として一応、まあ、形的なものを渡してたし、まあ、いろんなリスクがあって動いてるの本人も分かってたことだから、まあ、事故だと思ってもらうしかないし昔の関取氏は自分の若い人飛ばしてましたから、骨折り1万2万つければいいだけの話なんで、だから証拠が上がらないんですよ。ただ俺がそれ自分で若い人の時によくこぼしてんのを聞いてたんで、散々嫌なことやらされて1万とか2万しかくれねえんだぜ、せこいやつだよなってよくそれを耳にしてたから、僕はもう5万ぐらいやるのは当たり前なんだろうなと思って、そんなのはエナにずっと渡してたんですよ。まあ少ないけどごめんなって、いやこんなにいっぱいありがとうございますって。そしたらある時にエナから言われたんですよ。ちょっと相談事があるんですけどって。何っつって、いや錦関は毎場所を気遣ってくれてこうやってやってくれるんだけど、他の人って一切くれない人もいるんですよ。えっつって俺言ったんですよ。くれないって、何くれないのっつって、それやっぱ謝礼というか骨折りですか、散々動いてるのに出してくれないんですよ。じゃあ分かったと、俺みんな一回集めて一律にしようじゃねえかと、5万円ずつ出すのは、そうすると変え額になっちゃうんですよ。何十人もいるから数百万になるわけじゃないですか。でこれじゃあええー、な、幕内の月給より金持ちになっちゃったらこれまずいだろうなと思って、じゃあこれ一律 3万円ぐらいしとかねっつって、すごい人の一番でも二番でもええー、なに頼めばそれはやってやってくれと。で俺それで一応頭下げたんですよ、みんなに。そしたら分かりました分かりましたって上がって、出席がいいんだったらじゃあみんな気持ちよくやりましょうかっつって、で決まったんですよ。それエナに感謝されて言ってもらってありがとうございましたっつって、それでもまだ出さないやつがいるって言うんですよ。っつって、どんだけそこせこいやつなのっつって。今回記事が出れば考える人も、はあ、関係者にも出て、ただその当時振り返るとやりましたっていう言葉にすごい重みがあって貧血を起こすようになりましたよ。自分もうグラグラってきましたよ。これでもう一生が終わるわけですから、自分のそれ、そういうので多分葛藤してうつの症状とかになって、もう俺みたいな人を出すのは、ま、もう、ま、金輪際もういいだろうって思いもありますよ。それ認めてなければまたね、何かを抱え込まなきゃいけないし、ね、そうです、そうです、はい、あ、なんかすごい美談になってました、みんな集めて代わりに行ってあげたって、うん、なんかドラマみたいになってる、うん、でも何時に向いたらいい金だろうな、そりゃ、まあ、もしじゃあ八百長の中本の親玉なって1人10枚ずつ持ってこいとか言ったら、うん、毎場所300万か500万ぐらいな。そうですよね。下手したらみんな、それこそやりたいっていう若い衆がいっぱい出てきちゃうかもしれない。板井さんってちゃんとしっかりしてたんだな。だそういうところはなんか、うん、ある意味しっかりしてたんでしょうね。だから社会に出たらなんかすごいいい営業マンになってたのかもしれないけど、なんか。うまく調整してね。調整して。そこに恩恵を被った人間いっぱいいるわけだし。うん、でももうなあ、そういうのがもうみんな親方衆でいるわけだから、もうどうしようもできないな。どうしようもできないですよね。もうだからもうこれはこれでもう
もうぶっさり全員クビにすることは多分できないだろうから、うん、もうそこは一旦切って新たな気持ちでやる。もしだからもうどうでもいいやと思うならもうここでやめりゃいいけどね、うん、まあ、関係ねえやと思って、うん、まあここから前に進む進まないはまあ前に進んだ方がいいのかね、あのお客さんとしたらもう別に切るんならバチッと切るけどね、もういいんじゃないのって言ったらもう俺もね正直もうこういう話じゃなくてもっと別なこう、まあでも子供らねそういうところにまた入れるのも嫌だしね、教えてさね、こうですもういいよいいよって入れたらさ、土地の神だの悪いやつがいっぱいいたらまた困るじゃない。どうするの？いやもう本当だって若かったらどうしても止まらざるを得なくなっちゃうもんね。そう、だからそういうところ一回きれいにしてじゃないと、だって相撲入れれないよな、うん、だってこういうの本当見ちゃってたら、うん、もし相撲をやってるね、わんぱく相撲とかこうやってるお子さんとか、うん、お相撲さんになるんだって今言ってる子がいる中で、うん、親がこんなの見たらいやそんな怖いところには入れられないって絶対思っちゃうですもんね、うん、だからまあ、一生懸命だから俺だからそういう人間じゃなく真面目な人間も半分いるから真面目な人間が半分俺ともの仲間になって戦ってくれてもいいんだろうし、ね、うんうん、まあみんながみんなじゃないですけどね、本当にそれは一部だって思いたいけど、まあ、半分なのかもしれないし3分の2かもしれない今ね、まあまあでもやっぱなんか気持ちが揺らいだらそういうふうになるじゃない、うん、いやなかなかもうだってそれは何百年とその世界の中で、うん、それを変えていこう、その組織の中で変えていこうっていうのは会社でもそうだけど、やっぱ尋常な精神力じゃなかなかいかないですからね。で、あとやっぱ協力している仲間がいないと止まっちゃうですからね。やっぱ本当に正直変人呼ばわりされるよな、うん、逆にね、当たり前、それは本来は当たり前のこと、当たり前のことは変人呼ばわりされてね、あのバカだとかトンパチだとか言われてて、それずっと来てたからね、うん、別にまあまあトンパチって言われるぐらいはちょうどいいやと思ってたけど、うん、一般常識からしたら俺の方が常識的な、いやそれはそうですもちろん形だったからな、うん、普通ですよ。だってなんかエンターテイメントなんか言ってるけど、いやそれはエンターテイメントはいるかもしれないけど、それはエンターテイメントじゃないでしょう。なんで裏で金渡して勝負が決まっていて、そんなのでお客さんを喜ばせるっていうのは違う。どうなの？今の相撲で八百長をなくしたら今の相撲じゃなくなっちゃうような気もしなくて、うん、相撲の中身自体は何だろう、本当にそれはもう相撲って一瞬の勝負なんで、うん、もうハッて終わっちゃったりとか、もう14勝全勝同士の対決とか言ったって本当にあの、うん、まあ高菜田が大関上がろうとした時に負け、揚げ物に一瞬で負けちゃったとか、ああいう本当に相撲は絶対増えると思いますけど、でもそれが相撲ですからね、やっぱりそういう勝負なんで、本当にこう、うん、ガチンでいってもうすごいもう四つ組んで水入りっていう相撲も当然出てくるでしょうけど、だけどやっぱりあっさり負けてしまうっていうのだって半分と出てくるし、押し相撲の人とやればやっぱりバーンと叩かれて手ついちゃって、ああこんなんで終わっちゃうんだっていうこともあるかもしれない。見てる方からしてみたらなんか物足りねえなーなんていう人もいるかもしれないですけどね、うん、だからあんまり見てない相撲のこと知らない方とかこんな感じかな、うん、まあまあちょっと話は尽きないけど、うん、こんな感じかな、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。大体しばかれた、まあしばかれた、はい、ありましたね。いいこと言うじゃない、はい、怒ったら3ヶ月とか半年とか口聞かないのが、俺なんか8年口聞いてくれない。え？